乃木坂46が、2日放送の NHK 総合、メニュー101、毎週土曜夜11時、においでー MC の幾田恵リ香が、乃木坂46のキャプテンの梅沢南にエールを送った。梅沢南キャプテン就任の1年を解雇2023年、1期生と2期生が全員卒業し、新体制となった乃木坂46。 一期生だった幾多から、振り返っていかがでしたかと問われた梅沢は、個人的には秋元真夏さんからキャプテンを受け継いだりとか、グループ的にも夏の全国ツアーでグループ史上初の神宮球場で4日間成功できたり、すごく勢いのついた1年だったなと思います、と振り返った。 そんな梅沢を幾多は、本当に責任感が強いですし、と称賛し、いつでも応援しております、と心強い励ましの言葉を送り、梅沢は嬉しそうに、ありがとうございます、とその言葉に感謝した。与田裕樹、梅沢みなみのかっこよかった、一言を明かすまた、メンバーの与田裕樹が梅沢のキャプテンらしさあふれる一言を明かす場面も、 ヨダは、梅ちゃん、梅沢が神宮球場で行った一言なんですけど、先輩方が卒業されて初めての後輩たちのツアーで、私たちが乃木坂46です、って言った梅ちゃんが本当にかっこよかった、と心に残っていることを明かした。